こんにちは、おじさんさん。もうすでにですね、私たちがこうやって YouTube やってるのは、見られるとか見られてないとか、もう関係ない局地ですね。まあ、これこそまさにやること自体がモチベーションっていうやつなのかもしれませんけども、まあでもね、そればっかりでは成り立たないんで、やっぱり売り上げを作るための、本当に練り込んだ動画、シリーズっていうのも公開動画でありますし、まあ、限定公開で、フォーカスして見せていくっていうのもあるでしょうしね。あとは関係ない、本当にね、ストックとしてとか、見られなくてもいいからやっていくみたいなのもありますよね。これは本当に、もう余裕のなせる技だと思うんですよ。まあ、余裕っていうのは、金銭的な余裕とかっていうんじゃなくて、YouTube に向かって、いる精神力の余裕ですね。1日1本とか2本動画アップロードできない方もたくさんいる中で、もうもはやね、10本上げるのは当たり前みたいなね。10本、20本上げるのは当たり前で、30本、40本ちょっと頑張ったらやるとか、50本とかはもう朝飯前と。100本やりたいような気持ちもあるみたいなね。そんな世界に生きるのはなかなか、まあ吉田さんとかね、おいてはないと思うんですけども、まあこういうふうなね、本当にとんでもない人がいる YouTube の世界にもしね、切り込もうとするなら、これはね、多くの方に言いたいんですけども、そこそこで諦めてはいけませんね。やっぱり1ヶ月動画をアップし続けるなんてのは、もうやったうちに入らないぐらいだと思うんですよ。で、まあ、まだまだ何て言うんですかね、考えないといけないことはあるんですけども、まあ、YouTube っていうのは本当人生そのものだなと思うんですよね。で、私たちは自分の生きた証ってものを人の記憶に残すなり、文章に残すなり、なんか方法はあると思うんですけども、 YouTube っていうのもその一つなんですよね。まあ、私はちなみにですね、自分の遺言をこの YouTube 動画にもう埋め込んでるんですよね。まあ、それで私がね、まあ、不測の事態が起きたらそれが見れるようにもう仕込んであるわけなんですけども、この遺言っていうのも、まあ、日々更新しないといけないですよね。まあ、毎日じゃないですけども、ある程度1年ぐらい経ったらまた新しいのを作るみたいな感じなんですよ。まあ、そういうふうに自分が伝えたいことがまだある、伝えなければならないことがある、周りの人が私から受け取らなければならないことがある、いろいろ考えられるんですけども、私のね、遺言っていうのは Google のアカウントですとか、その他の、まあ、インターネットの、ね、アカウント、それから財産の取り出し方とかね、こういうの全て入ってるんですよ。まあ、書面に書くことはできませんし、まあ、いちいちね、生前に説明しても忘れる可能性がありますんで、まあ、YouTube で何回も見れるようにしておくと。しまいには YouTube だけじゃなくて他の動画サイトにも埋め込んでますんで、 YouTube がもし仮になくなってもなんとか見れるんじゃないかなと思いますね。まあ、本当究極は DVD とかにしてもいいんですけども、 DVD は劣化がありますんでね、今の形でやっていこうと思います。で、今日のこの動画のね、まとめなんですけども、やるのが当たり前っていうのはこういうことなんですよ。やるのが当たり前で、そっから見もしない動画を作るとかね、30年後の自分のために再生数ゼロの動画をストックしておくとかね、まあ、こういうふうな次の発想っていうのがまさにビジネスなんだと思います。もう一回ね、ビジネスってもののこの概念を私なりに振り返ってみたんですけども、ビジネスってのは暗中模索でありね、五里夢中の中で取り組むものかなと思うんですよ。試行錯誤して答えがないかもしれないところに答えをずっとね求め続ける、で自分で答えを出していくってことかなと思うんですよ。ABC ドンってやったらね、うまくいくよってものを探し求めることではないと思うんですよね。試行錯誤していろんなね、不条理に出会い、インチキに出会い、騙され、そして自分の勘違いがあり、たどり着いたところがもしかしたら何にもなんないところかもしれないっていう恐怖を跳ねのけて続けることっていうのが、まあ、ビジネスそのものなのかなと思いますね。まあ、YouTube これからもガンガンやっていきましょう。では失礼します。